こんにちは、ギタリストの富田です。今回はコードトーンがジャズになる法則の7ということで、コードトーンを5度のトライアドでつなぐ方っていうのを紹介したいと思います。これはジャズの言語として非常に多く使われているフレージングの一つで、たくさんの偉人たちのトランスクリプトから同じようなフレーズっていうのをたくさん見つけることができます。ということで早速解説に行きたいと思います。はい、ではまずコードトーンを5度のトライアドでつなぐ方のルールを簡単に解説したいと思います。まず今回はコードトーンの3度からルートに向かっていく音遣いでのフレージングになります。もちろんこの3度からルート以外の音遣いでもフレーズを作る法則にのっとって作るってことは可能ではあるんですけども、まあ現にいろんなトランスクリプトからこの法則を使ったフレージングっていうのを持ってくると、大体がこの3度からルートに向かう音遣いの中で使われているので、今回はこの3度からルートの音遣い、この3度からルートの間にその5度のトライアドを入れるっていうフレージングを紹介したいと思います。で、基本的なルールは3度の音とルートの音の間に、まあそのルートから見たね、そのコードのルートから見た5度のトライアドを間に挟むという感じです。5度のトライアドを弾いてルートへ着地するですね。3度弾いて5度のトライアドを弾いてルートへ着地っていう音遣いになります。間に挟むトライアドはメジャートライアドが基本です。まあ実際トランスクリプト見てもやっぱりメジャートライアドでフレージングしていることがほとんどですね。ただマイナーでももちろんできなくはないです。フレーズ自体がマイナーコードの時のフレーズだとマイナーでも可能なので、それもまた後ほどフレーズとして紹介しますね。で、間に挟むトライアドは基本的に 1,3,5 の順番で普通に弾くことが多いです。要はトライアドのルートからルート3度5度って弾いて、その元のコードのルートへ着地するっていう音遣いになります。たまに1,5、まあルート5度3度って言ったりとかっていうパターンも、まあルートから5度3度って降りてくるもありますけど、ほとんどが 1,3,5 って上がっていくパターンですね。では実際のフレーズを見ていきましょう。はい、ではまず一つ目のフレーズになります。っていう感じですね。まあもう一つ運指があって、薬指から始まる場合はという運指で弾く場合もあります。これは F メジャー7の時のフレーズですね。 F メジャー7の時の3度ですね。 F メジャーの3度から始まって F メジャー7から見た5度、要は C ですね、 C のトライアドっていうのを挟んで最後ルートに着地する。だからコードトーンだけで見ると3度からルートへ、でその間にドミソを入れます。フレーズとしては最後ルートの後5度まで弾くと、まあ、その後は自由に弾いてもらっていいので、大事なのは F メジャー7の3度から始まって5度のトライアドを入れてルートへ着地ですね。基本的にはルート音に対する3音アプローチでいいと思うんですけど、まあ場所変えるとこうですね、はい、でこれすごく F メジャー感が、この最後のルートに行った時にすごく F メジャーの感じ、コード感が出ると思うんですけど、これは C から F に向かっていっているそのサウンドっていうのを単音で表現してるからですね。要は C7 から F っていうドミナントモーションを単音で表現していると。なんで最初は F メジャーの音からもちろん入るんですけど、その後 C7 を1回弾いてる、ね、想定でドミソを弾いてルートへ着地、ここでもう1回 F に戻ってくる。なんでフレーズの中で F、C、F っていう流れを表現しているという感じになります。これによって F メジャー7に行ってる、その F メジャー7のコード感っていうのが強く表現されるっていうわけですね。はい、では2つ目のフレーズですね。はい、これは先ほどの F メジャー7が G メジャー7にこう転調したような感じで、全く同じ音遣いになります。 G の3度の音から B ですねの音から始まって G から見た5度のトライアドですね、メジャートライアド D ですねを挟んで最後ルートに着地ですね。でこれは3度の音を3弦で弾いて5度のトライアドを5弦から始まるこの形ですね、はい、で弾いて最後ルートに落ちると、
いろんなポジションできた方がいいので、さっきのは5弦ルートから始まるパターンでしたね。で今度は6弦ルートで見た時の形っていうのは、まあ、3弦から弾く感じになります。でこれも最初の3度を人差し指で弾くと運指が変わってこういう感じですね。トライアドをこの形で弾くとというフレーズになります。はい、では3つ目のフレーズです。はい、これは Am7 の時のフレーズになります。要はマイナーのパターンですね。 Am の3度、 C の音ですね。から、まあ、最後はルートに着地すると、でこの間に A から見た5度ですね、 E になります。でこのフレーズでは E メジャーのトライアドを弾いています。でこれも Am から、まあ、E7 で Am っていうドミナントモーションを単音で表現しているっていうフレーズになります。で E のトライアドをこの部分で3弦から始まる形ですね、で弾くような感じです。3度の音弾いたら E のトライアドを弾いて最後はルートに着地、はい、これはいろんな運指が考えられます。弾きやすい指で弾いてください。でこのフレーズはその後 Am7 の3度、5度、7度っていうのを入れています。運指があるとこんな感じですね。ここは先ほどの G メジャー7とすごく近いんですけど、マイナーになっているのでちょっと場所が変わります。で最後のこの3つの音はちょっとストレッチしますね、はい、っていう感じですね。でこれはマイナーコードの上で E のメジャートライアドを弾くわけですね。でこの時に G シャープの音が入ってきます。で理論的にはこれはA のハーモニックマイナーなんですよね。使っているスケールで言うと HP5 ハーモニックマイナーのパーフェクトリクスビローっていうスケールですね、からこの E のトライアドを持ってきていると、一時的にという感じになってます。でこれも E7 から Am に行くっていうこのドミナントモーションのサウンドっていうのがあることで、すごく Am に解決していっているというか、まあ、Am のサウンドっていうのをより強く表現できるわけですね。G 的にこの A から E7 を言って Am に戻ってきているっていうのがこの単音で表現されているっていうことですね。マイナーのコードの時もメジャーのトライアドを挟む場合っていうのが実は多いです。マイナーのトライアドを挟む時もあるんですけど、ほとんどはメジャートライアドですね、はい、その方がよりコード感が強く出せる、まあ、それが大きな理由だと思います。はい、じゃあ4つ目のフレーズです。はい、このフレーズは同じマイナーコード上のフレーズなんですけど、今度は5度のマイナートライアドを挟んだフレーズになります。先ほどの Am のフレーズは真ん中にメジャーのトライアドですね、5度のメジャーのトライアドを挟んだんですけど、今回は5度のマイナートライアドを挟んでいます。これ Gm のフレーズなんですけど、 G から見た5度 D ですねのマイナートライアド Dm ですねを挟んでいます。3度の音から始まってで Dm のトライアドを挟んでからルートに着地ですね。この Dm っていうのはナチュラルマイナーとか、まあ、ドリアンスケールとかっていうダイアトニックコードから派生してくるコードですね。先ほどはハーモニックマイナーから来たんですけど、今回は、まあ、ナチュラルマイナーって感じるのがいいかなと思います。まあ、さっきのちょっと G に、一押して弾くとという感じになるんですね。というフレーズに比べると少しこう解決感というかコード感は弱く感じませんかね。とやっぱりドミナントモーションを感じさせる音使いの方がよりそのコード感っていうのは強くなるっていうのは分かると思います。これがメジャートライアドを挟んだ方ですね。ハーモニックマイナーから来たコードのメジャートライアドを挟んだ形で、一方ナチュラルマイナーから来るマイナートライアドを挟むとという感じです。たった1音違うだけなんですけど、ここまでコード
度間に下がるっていうのはすごく面白いなと。もちろんマイナートライアドを挟む形がダメなわけじゃなくて、これも実際のトランスクリプトから引っ張ってきたものなんで、実際に使われているフレーズなんですけど、例えば2-5から1に落ちた時に、そのマイナー感、コード感を出すっていうのはやっぱりメジャートライアド挟んでる方なんですね。どっちも使える方がもちろんいいんですが、時と場合によって自分が今出したいサウンドによって選ぶのがいいかなと思います。はい、では5つ目ですね。最後のフレーズになります。このフレーズはトライアドを加工していくパターンになります。 B フラットマイナーの時のフレーズなんですけど、理論的には B フラットの間に5度のトライアドである F のメジャートライアドを挟んでいるっていうフレージングなんですけども、さっきまではっていうようにトライアドをルートから 1-3-5 って順番に弾いてからルートへ着地してましたね。これを今回は逆から加工してくる感じですね。でルートへトライアドを加工してきて最後ターゲットに着地ですね、というフレーズになります。全く同じメジャートライアドを挟むっていう理論なんですけど、ルートから始まって着地するのとルートから加工していくので、まあ、サウンドのイメージでだいぶ変わりますよね。トライアドをルートから上がってくるとっていうふうになります。下がってくるとという感じですね。これはもう同じ理論なので、一つのバリエーションとしてやっぱり覚えてもらいたいですね。いつもこうではなくて時々下がってくる、アレンジもできますね。とかトライアドの弾き方を変えるだけでいろんなパターンができます。何のトライアドが間に挟まるかで、その場所ですね、そのポジションがどこなのかって分かっていればいろんなバリエーションを作ることができます。基本的にはトライアドを上行していくパターンを練習してもらっていいんですけど、余裕のある方は加工するパターンもぜひ練習してみてください。はい、ではこのフレーズの使いどころについて解説をしていきます。使いどころは主に2つですね。一つはシンプルにそのコードの上です。Am なら Am の上、Gm なら Gm の上っていう感じですね。で、使いましょう。ただ、できれば、いきなりそのフレーズをポンと出すのではなくて、その前のコード進行から音をつないでいく。3度から始まるフレーズなので、例えば5-7があったら、前の音の5-7からしっかり3度へアプローチ、3度へフレージングしていって、その3度から今回のフレーズを弾き始めると、なおいいと思います。例えば最初のフレーズ。っていうのを使ってみたいと思います。その前にじゃあ2-5があったとしましょう。 Gm7 で C7 で Fm7 っていうコード進行があったとして 1-2-3-4 という感じで、今だったら C7 の時にみたいなフレーズを弾いたんですけど、でちゃんとこの3度にぴったり着地して、そこから今日のフレーズを弾き始めるという感じです。なのでその C7 をしっかりと F メジャーの3度に向かっていくフレージングをしてあげて、そこから今日のフレーズ、この使い方がそのコード上で弾くなら一番理想的です。でもちろんリズムを変えて弾くっていうのをね、今回もやってもらいたいので、同じフレーズだけどリズムを変えるだけでやっぱり全く別のフレーズにね聞こえたりとかしますから、その辺のバリエーションを持たせるためにはしっかりリズムを変えて弾くっていうのを日頃から練習するようにしてみてください。はい、では使いどころの2つ目です。2つ目はそのコードに解決していくセブンスコードの上から弾き始めるっていうことですね。これまでの法則でもそうだったんですけど、基本的にはそのトニックのフレーズとして練習してもらっていいんですけど、トニックのフレーズって実はその前の5-7の
コードから全然弾けるんですよね。で、今回も3度から始まってルートで落ちてるので、ルートの部分をその解決したその1拍目に持ってきて、そのコードの1拍目に持ってくる。で、その前の音使いをその前の5度7の位置で使ってあげるっていう感じです。はい。例えばこんな感じですね。Gm7、C7、Fm7 で、最初のフレーズを弾いてみます。いきます。1、2、3、4。という感じです。Gm から始まって C7 の後半。ここでそのフレーズを入れて、で、ルートに落ちたところが Fm7 の一拍目になるようにフレージングをしていきます。という感じですね。フレーズ自体はそのルートに着地しているので、もちろんコード感は表現できますし、最後はしっかり C のトライアドを弾いてますから、完璧に C7 のサウンドっていうのを表現した上で F に着地できるので、最後が C のトライアドになっているっていうのが、まあ、ポイントですね。できてとか、いろんなフレージングが考えられるので、ちゃんと C7 の前半2拍っていうのをしっかりフレージングした上で、今回のフレーズを後半の2拍で入れてあげる。で、しっかりルートで F のメジャー7に着地ですね。まあ、その後は、どんなフレーズを入れてもいいので、着地の場所っていうのをしっかりと意識して、という感じで弾いてみてください。はい、ということで今回はコードトーンを5度のトライアドでつなぐ方っていうのを紹介しました。コードトーンは3度からルートへっていう音使い、使うトライアドっていうのはメジャーが基本、ただしマイナーコードの時のフレーズだとマイナートライアドでも可能です。この法則を身につけるためには、まずはコードトーンの3度の音を把握できているかどうかっていうことと、そのコードから5度の位置にあるトライアドっていうのを瞬時に導き出せるかどうかっていうのがすごく大切です。もちろんフレーズとして覚えてしまっていいんですけども、きちんとそのフレーズの成り立ち、フレーズがどういう構成でできているかっていう理論的な部分もしっかりと理解した上で覚えるようにしてください。今回もですね、紹介したフレーズっていうのをまとめたタブ譜ですね、これを公式 LINE の方でプレゼントしたいと思います。詳細は概要欄の方に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで次回はですね、コードトーンがジャズになる法則の8っていうことで、今度は3度から始まるコードトーンを弾いてナインスのサウンドを作るっていう法則を紹介したいと思います。コードトーンプラス、まあ、ナインスの音まで使えるようになるっていう法則ですね。これも非常に多く使われているというか、アドリブの基本的な部分なので、ぜひともマスターしてもらいたいなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上となります。少しでも参考になったなっていう方は、ぜひ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。